こんにちは。2月25日水曜日午後の FX フラッシュです。フォレックス TV ジャパンの石田がお送りします。この時間は前日の欧米市場の復習と今日の東京市場午前の値動きをレポートします。24日のニューヨーク為替市場は FRB バーナンキ議長の議会証言を受けた株価の上昇背景にリスク許容が高まり、欧州通貨などが対ドル対円で大幅に上昇しました。ドル円はバーナンキ議長が議会証言で金融安定化が実現すれば今年中にアメリカ経済は景気後退期を脱するとの発言を受けた株高やクロス円の上昇につれて95円92銭から96円94銭と97円の大台に迫る上昇となり、高値圏の96円65銭で引けました。ユーロドルはリスク回避の後退やユーロ円の上昇を受けて 1.2701 ドルから 1.2878 ドルまで上昇し 1.2845 ドルで引けました。ユーロ円はダウ平均株価の上昇につれたリスク許容度の高まりに122円8銭から124円75銭まで上昇しました。ポンドドルは午前中に 1.4375 ドルまで下落しましたが、ポンド円の上昇に押されて 1.4513 ドルまで反発し 1.4482 ドルで引けました。ポンド円は朝方に138円66銭まで下落した後は140円66銭まで買い戻され139円95銭で引けました。さて、東京市場前場は同意に薄い展開の中、ニューヨークの流れを受けてドル円クロス円などが堅調な推移の後、前場引けに上昇を見せました。ドル円はニューヨークの高値96円94銭を意識した動きを見せましたが、実需の売りに上値が重く96円83銭をつけた後は96円36銭まで反落しましたが、その後は買い戻しから97円20銭まで急反発しました。ユーロドルは円主導の動きの中、同意の薄い展開となり 1.2879 ドルから 1.2839 ドルの狭い値幅内での動きとなりました。ユーロ円は朝方124円63銭の高値をつけた後は123円87銭まで反落、その後は同意に薄く124円20銭近辺での推移となりましたが、引けにかけて125円ちょうどまで上昇しました。ポンドドルも狭い値幅内での同意の薄い商いの中 1.4507 ドルから 1.4559 ドルまで買われました。ポンド円は朝一の安値139円77銭から140円78銭まで上昇した後は材料不足から同意の薄い展開となり140円4銭まで反落、引けに141円38銭まで買い戻される展開となりました。さて、今日予定されている経済指標、ご覧の通りです。先週の GDP 悪化から始まった円売りが加速し、昨日は全面安の様相となりました。景気悪化と政局の混迷から円は買いづらい地合となっており、矢継ぎ早の景気対策や迅速な政策決定を見せるアメリカとの差がますます開き、円安の流れはしばらく続くものと予測されます。以上、午後の FX フラッシュを終わります。この後 PM テクニカル分析は夕方6時頃からお送りします。